昭和18年、14歳で国鉄入られた。蒸気機関車は汽車の釜焚きですわ。僕の乗っ取ったその大阪発東京行きの夜行列車が、豊橋で止まってる時に豊橋の空襲が始まったわけですね。空襲が始まりそうだと、このままその時間まで止まっとったら危ないということでね、豊橋の駅長さんがあれ帝国より早く出したんですよね。早く出発したら豊橋が空襲されてるのを見えました。見えた。豊橋の駅はもう火の海だったですね。だからあのもし時間まで止まっとったらあの列車はもう全滅でしょうね。名古屋城を向いた時はね、あれ5月14日だったか17日だったけど、名古屋向いて走ってきたけどね、浜松から。そしたらその名古屋はこのまま入れんと、空襲の被害でね、と言って刈谷でね、刈谷からまた浜松に向いて戻ったんです。その時に名古屋の方を見たらどんな感じだったんですか？あれはもう真っ暗だったね。真っ暗っていうかね。8月15日も乗務されてたんですか？乗務してました。舞坂っていう駅で駅長が機関車のとこ来てね、おあんたたちも戦争終わったよと、日本は負けたんだよって言って、駅長もね、舞坂駅長がね、機関車のとこまで言いに来た。どんなお気持ちだったんですか？これなバカなってなことは思ったね。8月15日はね、それあの夜に帰ったけどね、だけどそれまではいわゆる灯火管制って言ってね、暗くしてね、どこの地でもひっそりやってたけど、この8月15日のもうそんなこと関係ないよね。民家でもみんなあの電気をもうなんかね、遠慮せずにつけたせいでね、本当にこんなに明るいのかと思ったぐらい明るかったですね。